はい、こんにちは。橋本です、えー。今回はケネスさんのお店に行ってきたので、フィードバックをしたいと思います。もう本人にはもう当日フィードバックをしたので、まあ、改めてまた動画でという形になります。でケネスさんのお店はですね、まあ、飲食店というよりかは、ライブバー、ライブスタジオという感じなんですね。で、お、えーまあ、親父バンドと言われる方たちがですね、お店で演奏して、でその演奏をですね、えーまあ、グループセッションとかになるんですかね。あんまりそっちのスタジオとか詳しくないので、あれなんですけども、 うーんなんか友達人たちを招いて、まあ貸し切りとかでやって、えー、自分の演奏を聴いてもらうっていうような感じのお店らしいんですね、はい。で、場所が北海道のすすきののビルの一角にあります。このビルですね。このビルのこの5階にホットタイムっていうのがあるんですけども、結構ですね、えー、なかなか雰囲気があるお店です。まあ楽器とかもあったりしたんですけども、お料理は、まあ、何かというと、まあカレーなんですよね。まあ、カレーなんですよねというか、その、 まあ、そもそもお客さんが料理を目当てに来てるわけではないので、まあ、演奏を、ね、したいということなので、えじゃあ、それをここからどうやってその売り上げを上げていくのかという話になるんですけども、まあ、商売で大事なのはやっぱりリピートですよね。何度もリピートしてもらう。うん、で、えー、ケネスさんの場合は、えー、やっぱそのリピートしてもらいたい、ね、スタジオとして使ってもらいたいというのはあるんですけども、やっぱりこっちからアプロ,アプローチをしていくというか、ね、そろそろ次、また演奏しないのみたいな感じでアプローチになってしまうんです。 ででその後やっぱりお客さんも、まあ、やっぱり断りづらいというか何、うんうん、だろう、まあ、渋々予約を入れるかなみたいな感じになっちゃうので、うん、場合によってはそれでね離れる人も、えー、いるかもしれないですし、うん、やっぱり良好な関係を築くのが難しいというかやっぱり、えー、ちょっと摩擦になってしまうわけですよね、うん、でそれをどういうふうにしたら,ったらいいのかということになるんですけれどもでお客さんをリピートさせるときに考えるのはお客さんの次の欲求って何かなっていうのを 最初のフロントエンドで、まあフロントエンドで例えばお店に来ました、ね、いろいろ食事とかをしましたとか、まあ今回で言えば演奏をしました。そこで一つ欲求が満たされるわけですよね。あ美味しかったなとか、あ演奏楽しかったなとか。そしたらじゃあ次の欲求何なんだ何だろうなと。それをアプローチしていく。それをバックエンドとして売っていく。うん、で、ケンスさんの場合は、いろいろ話を聞いたんですよ。で、親父バンドの人たちが、うんどういったところにね、欲求が。 あるのか,ななんかうんっていう話を聞いてみたらですねあのアンプとかあるじゃないですか機材アンプとかあとは、うん、何でしたっけ、えー、ちょっと音楽、うん、あれ詳しくないんであれなんですけど要は機材が変わると音が変わるわけですよねでその、えー、高級な機材をみんな使いたいっていう要求があるらしいんですよ、うんえー、なのでじゃあ業者さんと提携して例えばね、えー、みんなが使いたい機材 っていうのがなんかあるらしくてでそれを1週間だけレンタルしましたとで使いたい方はちょっとあの予約を取ってくださいねみたいなアプローチの仕方になります、はい、そうするとやっぱりもうそもそも使いたいっていう欲求があるんであじゃあやるわみたいな感じなので,でそういう分ちょっとねあのレンタル代っていうしてまあちょっとね普段より高めで設定しても全然 OK ですしそう、うん、で業者さんもそのね自分の機材を使ってもらうことができますしもしかしたら中から買ってくれる人も いるかもしれないいですし、まあ、いずれにしろね、えー、全員がウィンになる関係になるので,そうでこの時にやってほしいのが必ず数量限定、うんえー、どれだけ顧客を抱えているかわからないんですけれどもんもし100人ぐらいだったらやっぱり1週間限定でいいかなと思います、ね、顧客リストが1000とかあったらまあ1ヶ月限定とかでもいいかと思うんですけども要は、ね、いつでもなその自分が先に手を出さなくても予約は取れてしまう という状態だとやっぱり人って動かないので、うん、もう決まってますよ。1週間しかちょっとレンタルできないですよ。1週間だと10組ぐらいですね。なので先着10組しか使えませんよ。みたいな感じにしてほしいんですよ。そうすると、あじゃあちょっとなくなっちゃう前に、あ、じゃあ俺使いますっていう感じになるので。はい、こういうふうにしてですね、お客さんの欲求から探してみてください。 あとはまあ、これはちょっと僕のアイデアベースなんで使えるかどうかわからないんですけども、もしその人たちが昔ね、日本武道館でコンサートをやりたいとか、なんかプロになりたいとかっていう欲求があったら、なんかそれを満たしてあげる。うん。なんかそれを疑似体験させてあげる。例えば、日本武道館で使ってる機材とか、なんかちょっと、そういった感じですね。夢が叶ったんだぞ、みたいなのをまあ実現させてあげるキャンペーンっていうのもいいですよね。これもやっぱりキャンペーンとか、その期間を決めてやらないと、やっぱり人は動かない。うん。なんか、うん。 例えばね、一年中やってますっていうと、やっぱり誰も手を挙げないので、この期間だけこういうのをやるんで、あの興味がある人は申し込んでくださいっていう感じですね。はい。という感じでですね、えっ、ー、と、皆さんのお店も、あの、お客さんの次の欲求って何だろうっていうのを、えー、ぜひですね、リサーチをしていってほしいんですね。そのためにお客さんとの会話も必要ですし、あとですね、お客さん、 もともかくは本当に24時間365日お客さんのことを考えるっていうのはすごく大事なんですけどもお客さんが今どういう雑誌を読んでてどういうのがトレンドだと思っててっていうことですよねこれが分かると本当に商売に行き詰まりがないっていうなくなりますよね人間の欲求っていうのは終わりがないので一つ満たされるとまた次の欲求が出てくるので例えば昔の日本で言うとあの戦後物が何もなかったわけですよね食べ物がなかったわけですよねだから美味しいまずいはさておきともかく食べ物 食べ物屋さんを開けば、まあ、ヒットしたわけですよでとも。ともかくね、上をしのぎたいっていう欲求があるじゃないですか。で、とりあえず、そういったお店が,お店が出てきてあおの、まあ、味はさておき、お腹が満たされるってなったら、今度は味の部分が欲求として出てくるわけですよ。出てくるわけですよね。美味しいのが食べたいで。そこで、じゃあ美味しいお店をちょっとやったら、別にコピーライティングとかも必要ないわけですよね。ただ、ちょっと味,味が美味しいだけで、えー、お客さんが来る。ね で、周りも美味しいお店が増えてきたら、じゃあ今度はまた違う角度で、そのお客さんの欲求を満たしていく。例えば他とは違うもの、ね。だからそれコピーの世界になってきたりしますよね。他が全部唐揚げ、唐揚げ、唐揚げって言って、どこのお店もそれなりに美味しかったら、えー、じゃあ今度一つね、頭抜き出るために、なんかどこどこんの、まあ、名古屋コーチンを使ってるとかでもいいですし、そういったね、違いを出すと、あじゃあ今までの唐揚げよりもランクが上なんだな、ということで飛びついたりしますよね。うん。で、今度またその、えー、なんだろう。う 今ってだからそういった段階だと思うんですよ。えー、周りのお店がまだね、コピーというか、その他との違いをあんまり打ち出したお店が少ないので、えー、その差を打ち出すと、えー、まだ勝てる時代かなと。で、今度それが増えてきたら、えー、また今度ちょっと別の角度で攻めるっていうふうになっていくんですけども、そう,そういうふうにしてですね、じゃあお客さんの次の欲求って何だろう次の欲求って何だろうっていうので、えー、見ていくとですね、この商売が、えー、ずっと長期間ね、うまくいきますので、はい、ぜひ大事なことなので、 覚ええてもらえたらたなと思います、はいえー、ではですね、えー、ケネスさん、はい、頑張ってください。どうもありがとうございました。